畠山秋高は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、大名、河内国藩国及び紀の国守護。秋高として知られているが、残された文書などで本人が署名していると、確認できるものは秋高のみであり、本来の意味名は秋高である。天文14年、畠山を修家当主、畠山聖国の子として誕生。家督を継いだに、 畑山後世を補佐して、三好長兄と争うが、a 六三年、三好軍の攻撃を受けて、巨城の高屋城は落城し、後世や、重臣の安み宗房、湯座信教ともども川内からキーに追い出されてしまう。a 六八年、室町幕府第十三代将軍、足利義輝が、三好三人衆らに、a 六の変で殺されると、後世は家督を、弟の明らかに譲り、 自らは、義照の実定である一条院、各径の擁立に奔走する。兄、後世や、宗ふさらに支えられた各径は、減属すると名を、足利義明と改めた。そこで、正よりは、義明の一時をもらい受け、また兄からも一時を取って、秋高と名乗る。A61 年、足利義明改め、義明が、織田信長と共に上落してくると、 畑山家はそれまで吉明を支援していたこともあり、秋高は河内藩国を安堵され、高谷城に復帰した。しかし、残る藩国はこれまで敵対していた、三好義嗣に安堵された。元気2年、三好義嗣が反乱を起こすと、松永久秀と共に、河内の畑山方の諸城を攻撃してきた。秋高は、宗房と共に、 これに抵抗するが、ユザ神教が、三好氏と同調する気配を見せたため、互いの中は悪くなっていく。元気3年うる1月4日には神教による、秋高暗殺未遂が発生した。しかし、足利義明と信長の対立が激化すると、当初は秋高、神教双方とも義明方だったにもかかわらず、秋高は、信長の威勢に怯んで信長派に倶えしてしまい、まだ、 河内の国人衆の大半が吉明派であったため、家臣団と対立する。こうして、元気4年6月25日、秋高は心境に責められ、自害した。天正3年の高谷城の戦いの後、河内は信長の家臣である佐久間信盛の統治下に置かれ、畠山氏の旧臣の多くも、信盛の指揮下に収まり、畠山氏は、 木の国有田軍において、名脈を保つのみとなる。しかし、畠山氏の家徳は兄、畠山聖章の子、畠山忠しに継承され、江戸時代にも皇家として存続した。ありがとうございます。